ラドフォードはアメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名はウィリアム・ラドフォード海軍少将にちなむ。ラドフォードはバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で、1918年4月5日にメアリー・ラベル・ラドフォードによって命名、浸水した。1918年9月30日にノーホーク海軍交渉で、 艦長アーサー・エース・カーペンター少佐の指揮下収益した。大西洋艦隊駆逐艦部隊に配属されたラドフォードは10月12日にノーホークを出港し、ロードアイランド州メルビルへの成長巡航を行う。1918年10月21日にハンプトンローズに帰還するとニューポートニューズ艦区の護衛艦部隊に加わり、ニューヨーク及びヨーロッパ水域に向かう。 第76兵員輸送船団の護衛任務に就く。ラドフォードは1919 19年には東海岸での作戦活動に従事し、1月14日にキューバ南方へ出港した。グアンタナム湾を拠点として、グアカナヤボ湾、サンティアーゴデクーバに巡航し、3月13日に帰還した。その後7月まで大西洋艦隊と共にハンプトンローズから、 作戦活動に従事した。1919年7月に再び太平洋艦隊に配属され、7月19日にハンプトンローズを出港、パナマ運河地帯のバルボア及びサンディエゴに向かう。8月7日にサンディエゴに到着、太平洋艦隊駆逐艦部隊に加わる。ラドフォードは1922年までメアアイランド海軍交渉及び、 サンペドロを拠点として活動し、第4駆逐艦隊第10戦隊第12分艦隊の一艦として訓練及び艦隊演習を行った。1919年9月には、ワシントン州シアトル、タコマ、ベリンガムを訪問し、1920年12月には、オレゴン州ポートランドを訪問した。1920年7月に DD-120 に監視指定され、 1922年6月9日に退役、サンディエゴで予備役官として15年近く保管される。1932年4月16日に AG-22 に艦種変更され、移動標的官への転換が決定した。しかしながら転換は行われず、1932年6月27日に再び d d 1 2 0と指定される。 ラドフォードは1936年5月19日に除籍され、ロンドン海軍軍縮条約に従って1936年8月5日に海没処分された。ありがとうございます。